どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田でございます。はい、で今日はですね、なんとタイ君に漂流に会ってもらおうと思います。はい、っていうのはですよ、これ買ったんですよ、これをこれ切れるんですよ。この中に入ってなんかちょっと空気とかでねこう膨らんで結構なデカさになるっていうねやつなんです。はい、だからこれをだから僕が着てタイ君の目の前に現れようということでございます。これがさ、これが目の前に来たらさ、それはってなるじゃん。もう未確認生物の極みでしょこれ。でだからピヤーってこう出た時にカイ君は友達になってくれるのかっていうのをですね、ちょっと検証していきたいと思います。はい、いやね、これはね、多分最初はびっくりするよ。すると思う。うん、でその後ね、後にこういろんなことをやり取りする中でこう仲良くしてくれるのかっていう、ことですね。はい、いやーちょっとね、すごい今すごい楽しみなの。これはカイ君びっくりしてくれるだろうなってちょっとね思ってるんで、もうすぐやってみましょう、はい、頑張ります。どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一かわいい日本猿のカイ君でーす。頑張っていきましょうね。はい、で今日はですよ、カメラと、はい、今日はね、カイ君にお友達をね、ちょっと連れてきたんで、スペシャルゲストがいるんですよ。ね、ちょっと仲良くなってほしい。ちょっとその子と仲良くなってほしいから、ちょっと待ってて。な、いい友達になれると思うから、待っててよ。頼むよ。ババーン、テテ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 じゃあ握手しよう。握手。そう、じゃあ何したと思うか。ねえ、一緒に遊ぼう。逃げないでよ。じゃあ、おいで。ほら、恐竜さんだよ。ほら、恐竜さんだよ。逃げないでよ。恐竜さんだよ。ほら、座って。うん。僕もこう、座るから。よいしょ。ほら、こんにちは。恐竜です。大丈夫、ガオッ逃げないでよ、大丈夫だから、おいで、こっち来いよ、触ってくれるのに、逃げない、おいで、じゃあ友情の印にさ、ほら、ハグしようよ、ハグ、おいで、ハグ、おいで、よーし、恐竜とハグするお猿さん、よーし、ほら、仲が良くなれたよ、ほら、友達ね、しゃがむとしごむだ、これほら、もうお友達だね、あなた慣れてきたんじゃないか、ねえ、全然普通だぞ、慣れてきたんじゃないか、おいで、そうそう、おお、俺来てくれるようになった、ねえ、最初はビビってたけど、来てくれるようになったよ、おお、恐竜さん、かわいいぞ、じゃあ多分中身がバレてきてるのかな。中身バレてきてんじゃないかこれは。恐竜さんでおいで。じゃあ抱っこしてあげる。よいしょ。恐竜さんが抱っこしてあげる。よいしょ。恐竜さんが抱っこしてあげる。
ほら、いいね。恐竜さんが抱っこしてるよ。ほら、ほら、どうだい？嬉しいでしょう。うん。よし、でしょう。まあ、なかなかね、こんな生物と出会えることはないでしょう。ウニヤシ、ウニヤシ、ウニヤシ、父ちゃんだよ、父ちゃんだよ、父ちゃんだよ、父ちゃんですよ。まあ、さすがにね、さすがに怖いわな。未確認生物すぎるわ。でもなんか最初はちょっと怖がってましたけど、まあ、途中からね、こう、あ、こいつ黒田じゃねって解雇もなってたんで、安心してもらえてよかったと思います。解雇、ウニヤシ、ウニヤシ。はい、まあ、ね、じゃあごめんな、大君驚かしてな。じゃあ挨拶して終わりましょう。はい、じゃあバイバイ。声で分かる。なんで、においで声で分かる。おろしり、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